2人でシンギングを歌い終わって、ちょっと涙がまだ少し出てるんですけれども、美食女エクササイズやろうと思います。一緒にやりましょう。マイク置きます。ちょっと注意しておきますね。はい、では美食女エクササイズ今日も頑張ってまいりましょう。まずは股関節回しから、1、2、ちょっと控えめにスカートなのでやらせていただきます。でも皆さん思いっきり足を上げて回してください。3、4、5、6、7、8、9、10、逆行きましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ヒップアップ。骨盤の歪みもにもいいと思います。そしてですね、バックランジ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、二の腕エクササイズひねりましょう。
けるな美熟女頑張れ頑張れ美熟女明るく楽しく麗しくそれ明るく楽しく麗しくまだまだ明るく楽しく麗しくはいもう一度明るく楽しく麗しくはい明るく楽しく麗しくラスト明るく楽しく麗しくはい美淑女の皆様お疲れ様でございました。今日も美淑女エクササイズこのようにね単調な動きを繰り返しましてでもそれを習慣化することで、スタイル維持姿勢矯正姿勢改善、ね、スタイルアップ頑張っていきましょう。はい、無理のない範囲で毎日でもやってたら全然意外に楽になると思いますので、ね、一緒にまた、ね、やってください、ね、いつも本当に一緒にやってくださってる皆さんありがとうございます。ではまた次回もお楽しみに。美淑女コーディネート、美淑女エクササイズ、そして私の美淑女ライブというか申し訳ありませんね、自分で何でも美淑女を入れて本当にお恥ずかしいんですけども美淑女チャンネルということでね、美淑女ライブ聞いていただきました。ありがとうございました。本日一人王子生誕祭へようこそいらっしゃいましていろいろ聞いていただきまして本当にありがとうございました。チューリッププリンセスでした。それではまた、バイバイ、ありがとうございました。